はい、柿谷選手大好きカッキーです。皆さん明けましておめでとうございますと言ってもね、もう5日なのでだいぶ日にちは経ってるんですけれども、今年もね、改めましてよろしくお願いしますということで、早速動画を上げさせていただきました。で、新年一発目がね、あの川辺駿選手が、ウルブズに移籍決定ということでね、こちらはもうクラブの正式発表なので間違いありません。前日とかね、前々日には練習参加をしたっていうような記事は出てたんですけれども、まあそれだとまだちょっといいかなと思ってスルーしてたんですけれども、さすがにね、まさかのすぐに移籍決定ってなってしまったので、今回は動画に上げさせていただきました。で、今回の記事はサッカーダイジェストさんです。見出しの方が、素晴らしいクオリティ、川辺駿がプレミアのウォルバーハンプトンに電撃移籍、3年契約を結ぶもサイレンタルでスイスリーグ終了までプレーとなっております。現地時間 1月5日、プレミアリーグのウォルバーハンプトンはスイス一部のグラスホッパーに所属しているミッドフィルダー川辺駿の獲得を発表した。契約期間は3年半。川辺は21年夏にサンフレッチェ広島からグラスホッパーに加入、ここまで公式戦18試合に出場し、3ゴール4アシストという記録を残していると。クラブの発表によれば契約は結んだものの、今シーズンはグラスホッパーへのサイレンタルという形でスイスリーグ終了までプレーし、その後に合流するという。同クラブのスコットセラーズ TD は、駿は我々が何度も追って呼び寄せて見てきた選手だ。今シーズンも非常によくやっていると思う。彼は攻撃的な中盤の選手で、とてもエネルギッシュで素晴らしいクオリティを持っている。良い方向に進んでいるグラスホッパーで本当に輝いているのはその証拠だと、その素質を高く評価しているようだ。また今回の契約については、イングランドの外国選手における契約の基準から、彼は今クラブとサインできる選手だ。だがこの先できなくなるかもしれない。だからこそ契約を確立させるために今移籍を行ったと説明していると。ここね、説明に関すると、イギリスは1月31日に EU 離脱を表明しており、1月1日からサッカーの移籍市場でも新たなルールが導入されている。獲得には代表戦の数やリーグ戦の出場時間などをもとに認められる労働許可証が必要となる新ルールの下で、現時点で川辺との契約が可能とみなし、移籍に踏み切ったとみられるとなっております。まあ EU から離脱しちゃうん でルールが変わると、ビザがね、降りない可能性があるっていうことで今契約したっていうことですね。いやー、改めてびっくりですよね。夏に、まあ、広島から、まあ、記事にある通りスイスに移籍して、ここからまあ半年足らずで、まあ、移籍がもうプレミアリーグのステップアップが決定したっていうことなので、なかなかね、日本、まあ、海外ではあるとして、日本の中では結構異例な移籍なのかなと、そういう事例になるのかなと思います。まあ、そもそもスイスに行った時、狙ってこういうのを見越してたんですかね。ウルブズと、まあ、要はこのグラスホッパーがそういう業務提携の関係にあり、もしかしたらっていうのがあったのかな。もしかするとそうかもしれないんですけど、例えば三笘選手とかだとね、今いるチームユニオンと、あとプレミアリーグに今ねいるブライトン、こちらがまあグループの関係で提携しているので、もうブライトンへの移籍が決まってるけど、まあ今はベルギーで修行みたいな、でそこで成績ある程度残せれば、まあステップアップできますよってな、あらかじめね明らかに見越したような移籍はあったんですけれども、川辺選手はそのあたりどうだったんですかね。もしかしたらそのあたりを見越しての移籍というか、代理人の方とかね、そういうのもまあもしかしたら視野に入ったのかもしれないんですけれども、それにしてもね、わずか半年足らずなんで、見事なまあステップアップと言いますか、そういったところをね、今後の日本人選手もぜひ参考にしてね、こういう風にどんどん上がってヨーロッパで行ければなと思うんですけれども、まあなんといってもプレミアリーグって今世界一のリーグといっても過言ではないです。で、特にこのウルブズですね、まあウォルバーハンプトンは近年もどんどん力を増していて、去年もね、多分10位付近ぐらい、前後ぐらいにいたんじゃないかな。で、今今シーズンに関してもすでに8位の位置にいると。でチャンピオンズリーグ圏内ってなると若干ね、勝ち点はまだ厳しいところあるんですけれども、ただまだ前半戦大体終わったぐらいの段階で十分狙えるぐらいの勝ち点差な、多分7とか8ぐらいなんですよね、4位のチームと。なので十分まだ狙える位置にもいる、ましてや、まあ、あとヨーロッパリーグだとかその辺も狙えるポジションにいるので、なかなかねこれは面白い移籍というか面白いチームだなと個人的には思っておりまして、でたまたまね、つい昨日一昨日ぐらいやってたユナイテッドとの試合、これを見ていて、まあ、ユナイテッドがね割と優勢な部分もあるかなと思ったんですけれども、結構ウルブズがね
あのボールを支配したりだとか、まあ、あとはカウンターでねかなりユナイテッドのディフェンス陣とか中盤陣を苦しめたっていうのもあったんで、これまさかその時決まるとは思ってませんでしたね。で見てたのがウルブズのイメージとやっぱりカウンターとかで、まあ、トラオレとか有名ですよねがもうガンガン運んでってみたいな感じのイメージはあったんですけれども、でも以前っていうか昔見た時よりもしっかりボールを今つないでたんですよね。以前だったらもうまあゴール前でボール取ってプレッシャー結構プレスかけられてきたらすぐ蹴ってカウンターみたいな印象はあったんですけれども、結構ね今だとそういった場面でもなんとかつなごうとするというか、若干ねそこがまだつたなくて、まあ、つないきれなくて逆にショートカウンター食らうっていうような場面も多々あったんですけれども、でもこれって非常に大事で、これが徹底されると徐々に慣れてくるんでね選手たちも。マンチェスターシティだって多分序盤は最初はそうだったんですよ。ペップが来たばかりの頃そういった意識はあってつなごうとするけど、まあ、技術とかまだそういう考えがまだ追いついていなくてショートカウンター結構食らったりだとか、他のチームでもそれはあることなんですけれども、ウルブズでもそういう傾向がもうはっきりと見られたので、これはね時間の問題というかどんどんまたチームとしてのスタイルが確立されていって、まあ順位も上がってくるというか強くなっていくなって個人的には見ておりました。でユナイテッド戦はね見事1点後半戦の方かな、70分とかその辺ぐらいだったかなに1点奪いきて、なかなかねカウンターとかで攻めたりはしても攻めきれないっていうか最後まで侵入できないっていうシーンは結構多かったんですよ。でも最終的には、結構個人ででも打開してる感じはあったかな、ゴール前もちろん連携もあったんですけれども、最後は決めた選手がしっかりと個人技で剥がして決めるっていうようなシーンもあったので、この辺個々の能力も高いですし、ここに連携が加わればさらに恐ろしいチームになる。そして見ていて個人的なところとしてはやっぱりまだビルドアップというところでボールの扱いっていうか運び方が拙なかったので、ここにね川部選手が加入したらそれがだいぶ改善されてくるのかなと言いますか、ウルブズのやっぱそこが狙いなのかなっていうふうに思っております。多分中盤とかでもうちょっとつなげる選手、ある程度プレスとかかかってきてもまあそこを剥がせたりねしてパスを出せる選手っていうのをおそらくチームとしても求めていたので、そこでぴったり川部選手と、まあ、マッチしたのかなと思っております。ウルブズがね、まあ、川部選手ねすぐね加入はできないんですけれども、まあ、これからねスイスリーグの方でまたしっかり結果残し続けてもらって、あとは怪我をねしないことが一番大事なので、それで無事ね来シーズンからはしっかり加わって、あれ来シーズンになるのかな、とりあえず今シーズンはでもスイスリーグってなってるから基本的には来シーズンになってくるのかな。まあいずれにしても楽しみが増えたと言いますか、今のプレミアリーグだとねあの南野選手がまあなかなか試合、まあ、今怪我とかもしてしまってねまたちょっと離れて戦線から離脱している部分はあるんですけれども、他にもまあ三笘選手はもしかしたらね上がってくる可能性がありますし、でブライトンもねウルブズと同じぐらいの位置にいて、ブライトンも今ビルドアップを課題にしててものすごいね足元上手くなってるチームなんですよね。なのでそこでのねどうなるかっていうのも非常に楽しみですし、プレミアリーグがねまた一段と日本人にとっても、まあ、楽しみなリーグになってくるのかなと個人的には思っております。まあドイツとかねやっぱブンデスリーガーも楽しん日本人たくさんいるんで楽しいんですけれども、プレミアリーグはなかなかね日本人選手の中ではまだまあ、スペインほどではないけどちょっと鬼門になってるのかなっていうリーグっていう印象があったので、これからどんどんねまあそこに挑戦する選手が増えて実績重ねていけたらなと。まあ過去にはね吉田麻也選手だとかも結構サウサンプトンで苦しみながらもね、まあファンダイクとかと組んでた男ですからねっていうような実績もあったりとか、最終的にね今日本最終的にというかその前から日本代表でもありましたけれども、今はキャプテンとなって非常に頼りがいのある選手でもありますし、過去に言うとまあミラクルレスターの岡崎選手とかね、他には香川選手っていう例もあるので、またそういった何かね面白い実績というかそういうのができてくるのも時間の問題なのかもしれないです。
こちらはねもう移籍決定なので続報というのはあんまりないかもしれないですけども、今ね J リーグはもうオフシーズンに入ってるってこともあるので、日本人選手のね結構移籍情報が目まぐるしいので、そちらの方とかまたね何かあれば紹介させていただきたいと思っております。だいぶまたねちょっとグダグダ喋っちゃったんですけれども、最後までね聞いてくださりありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。最後までご視聴していただきありがとうございました。